笑いコンビダウンタウンの松本人志が30日放送の日本テレビ系満天青空レストラン毎週土曜後6時30分に出演。今回は10周年記念スペシャルと題して番組初回から MC を務めている宮川大輔がかねてからいつか出てほしいと熱望していた松本のゲスト出演が叶う。宮川と松本は15年ほど前の芸人仲間での沖縄旅行が初対面。当時は緊張して松本と喋ることもできなかったという宮川だったが、そんな松本が自分の番組にゲストで来てくれたことが嬉しいと感無量の様子で、松本も番組の10周年を祝福する。今回のロケの舞台となったのは埼玉県川越市。小江戸黒豚というさつまいもを餌に育つ豚で、甘くジューシーな脂と柔らかで旨味の濃い赤身が特徴。二人は体力が勝負という養豚家の仕事を体験し、生後2ヶ月で約40キロの豚を抱き上げ檻を変えたり、言うことを聞かない豚と格闘しながら豚舎間の移動を誘導するなど重労働もバッチリこなした。松本も2日前に生まれたという赤ちゃん豚を抱かせてもらうと可愛いと思わず笑顔に。料理ブロックの1品目はロースステーキ。油の優しい甘みを味わってほしいと、焼いている間は一切の味付けを加えず、食べる直前に赤身部分に岩塩を振り少量のわさびで食べると、2人も一口食べるや否やうまいと大感動。他にも小江戸黒豚の絶品料理の数々が登場する。